弟のソータはイケメンで頭がいい。両親は私に一切興味を示さず、お金も時間も全部ソータにかけた。世間体があるから高校までは行かせてあげる。でもその先は自分で何とかしなさい。お前にかける金があるならソータに回してやりたいんだ。私だって両親に認めてもらえるよう努力しているのに、ソータが生まれてから私は一度も褒められたことがなかった。ストレスからお菓子を買い、どか食いする日々だった。当然太る。ウエストのくびれがなくなった頃、両親は私と会話するのをやめた。ますます私は家に居づらくなった。そんな私に優しかったのは祖父母と、そしてソータだった。姉ちゃん、俺も食べていい？こんなの食べて母さんに叱られない？黙ってればわからないよ。そういうのを食べてみたいと思ってたんだ。夜中ジャンクなお菓子を食べていると、トイレに起きたらしいソータがひょっこり現れた。ソータは両親と違って私を避けないし、嫌味も絶対言わない。それから私は夜中ソータとこっそりお菓子を食べるのが楽しみになった。でもそんなソータとの日々も長くは続かなかった。深夜のお菓子会がバレてしまい、両親は激怒。ソータに悪影響よ。ブクブク太った引きこもりの娘なんて家の恥だ。出てけ。高校2年の夏、私は家から追い出されてしまったのだ。私は祖父母を頼った。幸い祖父母は私の味方で、差別される私を不憫に思ってくれていた。祖父母の家で暮らすうち、両親に認められようと努力していた自分が馬鹿らしく思えてきた。それに祖父母の家で素晴らしい出会いがあったのだ。これ食べてごらん。お腹が膨れるよ。おいしい。おばあちゃんのお料理全部おいしいよ。私のまん丸ボディを心配した祖母が、ヘルシーでお腹にたまる和食を毎日作ってくれたのだ。高校3年になった頃、私はある目標を持った。私料理人になりたい。おばあちゃんみたいに素敵な料理を作れる人になりたいの。だがこの夢は簡単には叶わなかった。専門学校に通いたいだと？金をドブに捨てると分かっていて出す親がいると思うか？それより就職先は見つかったの？ニートだなんて知られると、ご近所に何を言われるか分かったもんじゃないの。無職のままなら二度とこの家に来ないでね。勇気を出して頼みに行ったら、罵詈雑言を浴びせられたのだ。やっぱり私なんかが料理人なんて無理だったんだね。ゆきみちゃんが本当に料理人になりたいなら、おじいちゃんに任せてくれないか？おじいさんの古い知り合いに日本料理の店をやってる人がいるのよ。働かせてもらえないか、聞いてあげる。本当に嬉しい。ありがとうおじいちゃん。こうして私は祖父の知り合いの料亭で働かせてもらえることになった。毎日鍋を洗い、調理道具を準備し、最初の1年は食材に触らせてもらえなかった。でも私は幸せだった。先輩たちが手際よく作る料理の数々に見とれる毎日だった。2年目の終わり頃、まかない作りを任されるようになった。料理長や先輩たちは厳しくて怒鳴られることもあったが、真面目に取り組み、私は力をつけていった。ゆきみちゃんの料理は本当に美味しいな。家で食事を作ると、祖父たちは満面の笑みで褒めてくれた。褒めてもらえるってこんなに嬉しいことなんだ。私はようやく人生の幸せを感じられるようになったのだ。そんな日々を過ごして5年経った頃、姉ちゃん。そうた、どうしたの？そちらの方は？ある日、おかみさんに客席に来るよう言われた。何かまずいことをしてしまったかなと冷や汗をかきながら行くと、そこにはそうだと、そして可愛い女性が座っていたのだ。紹介するよ。こちら俺の彼女のあずきさん。はじめまして。お姉さんがこのお料理作ったんですか？とても美味しいです。ありがとうございます。急に来てごめんな。姉ちゃんに頼みがあって、後で時間あるかな？仕事が終わり、ソータとの待ち合わせ場所に向かった。そこでソータが話してくれたことに私はびっくり。同時に心の奥で蓋をしていた気持ちがムクムクと蘇るのを感じた。頼んでもいい？いいけど、本当に私でいいの？姉ちゃん以外にこんなこと頼めないよ。わかった。頑張るね。そうしてソータが頼むと言った日になった。私は料理長に事情を話し、朝から厨房を使わせてもらい、今自分ができる限りの技術を使って料理を作った。それらを提供した相手は、うん、うまい。さすがソータおすすめのお店ね。上品なお味だわ。出汁が絶品だね。このお刺身も美味しいわ。集まったのはソータ、あずきさん、それから両親たちだ。今日は両家顔合わせの日。大切な日に姉ちゃんの料理をと頼んでくれたのだ。両親も笑顔で食べてくれている。もしかしたらこれで私のことを認めてくれるかも。そう思った時、作った人を紹介するよ。姉ちゃん、出てきてくれよ。
なんとソータが厨房に向かって声をかけたのだ。私は驚き固まってしまった。料理長に背中を押され、おかみさんに手を引かれ、皆さん本日はご来店いただきありがとうございます。素晴らしい日の料理を作れたこと嬉しく思います。たどたどしく挨拶をすると、ソータとあずきさん、そしてあずきさんの両親は笑顔に。でもうちの親は顔色を変えた。ゆきみ、こんなところで何をしているんだ。作ったのはお前だと。今日は大切な日なのよ。ずうずうしく料理を振る舞うなんてどんな神経しているの。お口直しにリストランテスカットでデザートでもいかがです。さっさ、こんな店さっさと出ましょう。暴言を吐き始めたのだ。そうだよね、何年も経ったからって私を認めてくれるわけないよね。私は出しゃばって申し訳ありませんでしたと引っ込もうとした。でも私は動けなかった。腕を掴んだのはソータ。そういうのもうやめにしないか。姉ちゃんはここで修行してこんなに美味しい料理を作れるようになったんだよ。俺はこうして努力してる姉ちゃんすごいと思う。よどみなく言うソータに私はびっくり。料理が作れたからといって俺たちを養えるだけの稼ぎがあるわけでもないだろう。ソータはいい会社に入ってたくさんお給料をもらっているでしょ。私たちの老後はソータにかかっているの。雪見なんてどうでもいいのよ。悪いけど俺あずきさんの家の婿養子になることにしたから。え？何を言っているんだお前は。青天の霹靂とはまさにこのことだろう。父も母も目玉が落ちそうなくらい驚いている。でもあずきさんのご両親は知っていたのか特に驚いてはいないようだった。昔から父さんと母さんは俺にべったりで、あれをしろこれをしろってずっと指図してきたよね。俺が唯一自分でやりたいと思った姉ちゃんとのお菓子会も取り上げたし、俺は母さんたちの奴隷じゃないんだよ。それに姉ちゃんを虐げてきた母さんたちだ。あずきさんと結婚したらあずきさんにも同じことをするんじゃないかって不安でね。確かにソータの言うことは一理ある。結婚前だからいい親を演じているけど、結婚して同居しようものなら私がされたことと同じことあずきさんがされるとかわいそうだものね。ボソッと言うと母も父も般若の顔になって私を睨みつけた。育ててやった恩も忘れてそんなこと言うなんて。だいたいお前のせいでソータがこんなことを言い出したんだぞ。謝れ。出て行けと言ったり謝れと言ったり、もうあなたたちの言いなりになるのはまっぴらごめんです。私は私の人生を歩むから、ソータも自分で決めた道を行きなよ。母さんたちもね、子供のお金で老後を楽しようなんてみっともない考え捨てた方がいいよ。両親は怒っていたけど無視して私は厨房へ引っ込んだ。いつも仏頂面の料理長が頑張ったなと頭を撫でてくれて、私の涙腺は決壊、ワンワン泣いた。結局ソータは婿養子を撤回することはなく、それどころかしつこく言うなら絶縁するとまで言っていた。子供を平等に育ててあげられない親は孫が生まれた時にいい影響を与えないでしょう。一度お二人だけになってゆっくり考えてはいかがでしょうか。その後ソータは結婚し、あずきさんの家に入った。式は親族と友人だけ呼んだ簡単なものだったが、その席に両親はいなかった。姉ちゃん、また料理食べに行くからな。お姉さん、私にもお料理教えてもらえますか。もちろん、家庭でも作りやすいレシピ教えるね。両親はご近所から息子の結婚式にも呼んでもらえない親とひそひそされ、外に出づらくなって引きこもり生活をしているらしい。私に引きこもりなんて出ていけなんて言っておきながら、自分たちがその立場になるなんてね。これって因果応報っていうのかな。これからも私は大切にしてくれた祖父母に孝行しながら自分の人生を歩んでいこうと思う。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ全て楽しく読ませていただいておりますので、コメントしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。